フルートの三点指示の方法です。フルートを初めて持った方がフルートを持った時にグラグラしてしまう、手のね、指がフリーに動かないっていうね、お悩みご相談がとても多いです。これからフルートの三点指示の方法についてご説明いたします。まず左手の人差し指と親指でね、このように L の字をね作っていきます。そして、ここですね、こうひた、左手の人差し指の先端からずっとね触っていたところに、はい、ここにあの関節がありますので、ここで一回ねせき止まると思うんですけどね、指がこうやってみてください。同じようにね、そうするとここの付け根の関節の前のところで指がせき止まります。はい、よろしいでしょうか。でここの部分、このね位置にフルートを乗せていきます。上から乗せていきます。1つ目のキーと2つ目のキーの間ぐらいにフルートを乗せてください。上から乗せるようにします。こうです。こうなってしまうとフルートがね滑り落ちるので、必ず十文字を作るようにしましょう。はい、こういう感じでね上から乗せます。よろしいですか。そしてこの状態から2番目のキー、左手の人差し指を乗せ、あの押さえます。そして親指と人差し指でフルートを挟むようにします。そして一つ飛ばして中指、薬指と押さえていきます。はい、このような方法だと左手パッと離してもフルートは落下しませんね。指もねフリーに動くようになります。まず一つ目のポイントですね、人差し指の先端から触っていって、はい、ここのね、関節の上で、はい、止まる部分がありますので、その部分にフルートを上から乗せていきます。はい、よろしいでしょうか。こういう状態に、ね、なっております。上から見るとで、こう押さえていきます。左手はこれでね、はい、すごく綺麗な形になっております。そして右手ですけれども、右手は親指、右手の親指の側面、左側面にフルートを乗せます。はい、位置はこのね、下から3つ目のキーと、はい、2つ目のキーの間ぐらい、このあたり、こういう感じで乗せていきます。そうすると手がねすごいフリーになります。右手がね、指がこういう感じで乗せてください。はい、乗せていただいて、はい、人差し指と親指でこう挟んだ状態、フルートをねにします。そして中指、薬指と押さえて、小指はね一番手前のキーを押さえます。はい、フルートの三点指示ができているとすごく指もフリーに動きますし、フルートもあの安定してきます。はい、三点指示というのは、1点目がお口のね唇の下にフルートが接しています。それが1点。2点目がこのね、左手人差し指の付け根にフルートが置かれた状態、はい、これが2点目。2点、そして3点、親指、右手親指の上にフルートが乗っています。こういう感じでね、はい、離しても落ちないんですね。で、1980年代以降は4点指示でも良いということになっております。フルート、はい、4点目が小指です。右手の小指で支えて、右手の親指と小指でフルートを挟んだような状態になっております。はい、まずこれがねフルートの3点指示、4点指示の基本になります。このフルートの支え方、はい、フルートのね指示法っていうのがあのすごく重要になってきますので、これをね、マスターしていきましょう。フルートの3点指示について、4点指示ですね、はい、こちら
ご説明いたしました。はい、この方法はですね、フルートのね初心者の方だとね、1日ではちょっとなかなかできないかもしれません。大切なのはフルートがねグラグラするなとか指がフリーに動かないっていうね風に感じたら、まずフルートをね持つのを離して、まずこの L 字を作って、はい、置くところからね基本に立ち返ってね持つようにしましょう。はい、グラグラしている感覚のままフルートを吹かないようにしましょう。しっかりとフルートが支えられているというね実感があるときにこうねフルート練習していくようにしましょう。はい、フルート3点指示4点指示のご説明でした。